GNU ソーシャルは PHP で書かれたミニブログサーバーのフリーオープンソースソフトウェアである。分散型ミニブログのオープン基準であるオスタテスに準拠しており、GNU ソーシャルサーバー間に限らず、後発のマストドンなどのオスタテスに準拠したサーバー間の総合運用が可能である。機能としてはツイッターに似ているが、GNU ソーシャルはミニブログの連合を形成し、 オープンで分散したコミュニケーションを目指している点で異なる。初期はレコニカというソフトウェアとして異なるミニブログサービス魔の総合運用のためのオープンな標準であるオープンマイクロブラギングが実装された。レコニカという名前は簡潔な発言を意味するラコニックフレーズの都市スパルタの指導者の簡潔な言葉遣いに由来に基づいている。 ミニブログでは140字の字数制限があることから、すべての発言は、ラコニックフレーズになるというわけである。エヴァン・プロドローモーが2007年に立ち上げた、コントロール・ユア・セルフ社により運営される遺伝子、サが初めてオープンマイクロブラギングをサポートするサービスとして開始された。遺伝子、s は2008年7月2日に公開されて24時間の間に8000人以上の登録と19000回。 以上の投稿が行われ、2008年11月4日には100万回目の投稿を達成した。2009年1月に遺伝子、サワ、ベンチャーキャピタルグループ、モントリオールスタートアップから出資を受けた。遺伝子、サは、公開無償アカウントを提供し、誰でもインストールが可能なレコニカの旗振り役として、コントロール・ユアセルフ社によって運営された。 2009年3月30日にコントロール・ユア・セルフ社は遺伝地、サは2009年5月にローンチされるステータス・ドットネットと呼ばれるサービスの一部になると発表した。ステータス・ドットネットは利用者が選択できるサブドメイン下の個人ミニブログを提供した。遺伝地、サは無償サービスとして継続した。べての投稿はデフォルトでクリエイティブコモンズ3.0で公表されるが 有償利用者は別のライセンスを選択できるようになっていた。2009年8月に、レコニカはバージョン0.8-1のリリース時に、スタチュスネットに解消された。2010年3月に、バージョン0.9-0がリリースされ、オープンマイクロブラギングの後継として、オスタティスのサポートが追加された。その頃、GNU-FM の仕事をしていたマットリーは、GNU 支持者に、 スタチュスネットを盛り上げるための広報活動を行った。関心は持たれたものの、大きな開発は行われなかった。2012年にはプロドルモへの出資が終了したことで、スタチュスネットの開発は暗証に乗り上げたように見えた。一方、オープンソースであるスタチュスネットは、人々によってフォークされて開発され続け、中でも主要な開発者のミカエル・ノードフェルドは、スタチュスネットを、 フリーソーシャルとしてフォークした。2012年12月、プロドロモーは、新しいオープンソースのアクティビティストリームズサーバーで、あるポンプイオの開発に集中するため、スタチュスネットの開発の段階的縮小を表明した。その結果、遺伝子、サもポンプイオへ変更されることになり、2013年7月10日に、遺伝子、サは、ポンプイオでの運営に切り替えた。 プロドロモーがスタチュスネットから離れた後、2013年6月8日、リーとノードフェルドにより、スタチュスネットとフリーソーシャルを GNU ソーシャルプロジェクトへ統合することが発表された。ありがとうございます。